次に畑野君、日本共産党の畑野君です。この度の豪雨災害、そして新型コロナ感染症で亡くなられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、被災された方々、感染された方々に心からお見舞いを申し上げます。新型コロナ感染症の影響により約3ヶ月にわたる学校での臨時休業を経て6月から学校が再開されています。この間、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などで教育庁、教育委員会、また職員の方々からお話を私も伺ってまいりました。少人数の分散登校で40人学級を小学校では2つに分ける、中学校では体も大きいので3つに分けるなど、それぞれ取り組みをされておられます。分散登校時の20人以下のクラスでは、子どもたち一人一人に言葉が書きやすく、勉強もじっくり見てあげられた、分かる、できることへの喜びを持つ子が増えた、教師が子どもたちに丁寧に接することができると、子どもたちの方も見てもらえているという意識から、集中力が高まったなど、少人数学級の効果が上がるという声が幾同音に聞かれました。全国連合小学校長会会長の喜納智広氏も、6月22日付の日経新聞で、ウィズコロナ時代では2、30人が適当では、1学級20人なら分散登校もいらないし、丁寧に目配りができると述べられています。萩生田光一大臣に伺います。少人数学級を歓迎するこうした声をどのように受け止めていらっしゃいますか。萩生田大臣。お答えします。少人数の分散登校において常時と比較し、きめ細かな指導が行えた、子どもと触れ合う時間が確保できたという先生方の声や、あるいは質問がしやすかったという子どもたちの声を含めて、さまざまな声を承知をしております。また月曜日に開催された教育再生実行会議におきましても、大人数の大人数のクラスが不登校の壁になっているとの指摘が委員からございました。このような現場の声や、これまでのコロナウイルス感染症対応を踏まえ、新しい時代の学びを支える環境整備のあり方について検討してまいりたいと思います。畑野君。そこで伺いたいのですが、7月17日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2020、いわゆる骨太方針には、少人数によるきめ細やかな指導体制の計画的な整備が盛り込まれました。これは小学校1年生1クラス35人、それ以外は40人としている現在の学級編成基準を見直し、少人数学級を進めるという観点も含まれているのでしょうか。丸山初等中等教育局長。お答え申し上げます。これまでの新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、子どもたちの学びを保障するとともに、ギガスクール構想の下、個別最適化された学びを実現することができるよう、児童生徒1人1台端末の下での効果的な ICT の活用や身体的距離の確保など、新しい時代の学びを支える環境を整備することが重要であるというふうに考えております。教育再生実行会議において、すべての子どもたちの学びを保障するため、令和時代のスタンダードとしての新しい時代の学びの姿や、その中での少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備などのあり方について議論をしていただくこととしており、このような議論も踏まえまして、関係者間で丁寧に検討してまいりたいと考えております。畑野君。そうすると少人数学級を進めるという観点が除かれていないと、含まれているということでいいでしょうか。確認大臣お願いします。萩生田大臣。今局長答弁したとおりでございまして、コロナ後の学校のあり方っていうのを幅広く検討していきたい。その中には現在の64平米の部屋に40人が入る環境が本当に今後の感染症に耐えるかということもしっかり考えていかなきゃならないと思ってますので、はい、そういった意味で少人数の有効性というものも深掘りをしていきたいと思います。畑野君。
大事なご答弁を大臣からいただきました。もうぜひ進めていただきたいと思うんですが、実は7月2日に全国知事会、全国市長会、全国町村会が連名で、少人数学級のために少人数編成を可能とする教員の確保を求められました。7月16日は日には教育研究者有志が、早急に30人学級、その後速やかに20人程度の学級への移行を実現するよう求めて、全国署名がスタートしています。私たち日本共産党も6月2日20人程度の少人数学級を提案してまいりました。新型コロナ感染症の影響の中で、子どもたちの学び、心身のケア、感染症やまた災害対策などのために、少なくとも30人学級、20人程度の少人数学級実現は、今や国民的な幅広い要求になっていると思います。日本の初等教育から高等教育の公的支出が GDP に占める割合は 2.9% と、OECD 加盟国35カ国中最下位です。今年の2月から3月にかけて、SDG4 教育キャンペーンが各政党にアンケート調査を実施いたしましたが、自民党の皆さんから私たち日本共産党まで7政党すべてが、教育予算を OECD 平均並みに増やすことに賛成をしているという状況です。ですから、この少人数学級含めて、教育の前進というのはすべての政党が今、力を合わせて実現をしていくものだというふうに思います。少人数学級もそういう課題になっております。そこで大臣に伺いますが、全国知事会、全国市長会、全国町村会からの少人数学級への要望などに応えて、大臣としても少人数学級を進めるために頑張るというふうに言っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。萩生田大臣。全国の中央3団体からは、現在の40人学級では感染症予防のために児童生徒間の十分な距離を確保することが困難であること、伊賀スクール構想において最適な学びを実現するためには少人数によるきめ細かな指導体制が必要であることから、少人数学級ができる教員の確保が必要との要望をいただきました。このような要望も踏まえ、また今先生からご披露いただきましたように、自民党から共産党まですべての政党が教育予算を増やせということを言っていただいている公の議会の場でそのことをご披露いただいて大変心強く思います。すべての子どもたちの学びを保障するための少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備などについて、関係者間で丁寧に検討してまいりたいと思います。畑野君。ぜひですね、少人数学級に、を進めていただくように大臣に頑張っていただきたいと、党派を挙げてですね、この取り組みを進めていく必要があるということを訴えたいと思います。指導体制の整備という点で次に伺いたいのは、学校の中で唯一設置基準がない特別支援学校の問題です。児童生徒数の増加に教室が追いつかずに不足をし、課題過密化していることが指摘されてまいりました。新型コロナ感染症対策では、基礎疾患のある子どもたちが多く在籍する特別支援学校はとりわけきめ細やかな対策が求められます。新しい時代の特別支援教育のあり方に関する有識者会議のこれまでの議論の整理で、国は特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定することが求められるということが盛り込まれましたが、どのように大臣を受け止めていらっしゃいますか。萩生田大臣。近年、各都道府県でも特別支援学校の新設等が進められていますが、特別支援教育を必要とする子どもの増加により、教室不足が生じていると認識しております。こうした状況を踏まえ、新しい時代の特別支援教育のあり方に関する有識者会議において、特別支援学校の設置基準のあり方について検討を行っております。7月17日に中教審の特別部会で報告されたこれまでの議論の整理では、特別支援学校の教育環境を改善するため、国は特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定することが求められると示されているところです。今後、有識者会議における議論を踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。畑野君。大変重要だと思うんですね。で、今後の検討にあたっては、障害者ごとの基準、児童生徒数や学級数の上限、
障害に応じて必要とされる施設や特別教室、通学時間の上限なども含めて検討するよう求めておきたいと思います。今、学校では文科省の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルに基づいて感染症対策が行われています。40人学級では教室内で子どもたちの間を2メートル、最低1メートル確保することが物理的に困難です。多くの学校現場ではその学習や感染症対策等40人学級とのジレンマに本当に苦しんでいらっしゃいます。で、私は先ほど大臣もお答えになりましたが、今後ですね、定数改善などを行って少人数学級とそれにふさわしい教員像を行っていく必要があると思います。同時にですね、今緊急の対策で求められているのが学校現場への人の配置です。そこで3点伺います。一つは、第二次補正で措置された加配教員、学習指導員、スクールサポートスタッフの配置状況と、今ですね、こう手を挙げようかな、加配教員3100人、でもうちに来るのは少ないかなと思って、諦めているところもあると、まあ、随時、それは要請に応えるということなんですが、補正で措置された以上にニーズが来た場合にですね、この追加支援を行っていく必要があるのではないかということです。二つ目に、毎日の教室の消毒作業が大変で、教員の負担も増えています。で、教育長さんからは、もうとにかく先生方が気の毒ですと、消毒作業から解放してあげたいという声が上がりました。学校再開に伴う感染症対策、学習保障にかかる支援経費や、スクールサポートスタッフの経費は、消毒業者への作業を委託する費用も、使用ができるのかということです。3つ目に、教職員が PCR 検査を受けられるように国として検査体制を強化する必要があると思いますが、この3つの点について伺います。丸山初等中等教育局長。お答えを申し上げます。まず1点目 の二次補正予算で、措置をされました加配、それから学習指導員、スクールサポートスタッフの、配置の状況でございますが、ご案内のとおり、全体として、8万5000人分、310億円の計上に対しまして、現在、各自治体からその8割弱に当たる6万7000人分の申請をいただいております。先週末、各自治体に内示を行ったところでございます。これを踏まえまして、少人数指導や放課後、夏季休養中の補習、習熟度別学習の実施など、全国各地において、学習指導を実施するための、人員の配置や、校内の消毒等の教員業務支援のための人員の配置などが大規模に実施をされる予定であります。なお、今後のことでございますが、すでに各自治体に対して、二次募集を始めておりまして、現場や教育委員会の声をしっかり聞きながら、各自治体に対する追加ニーズに迅速に対応していきたいと考えております。それから2点目の感染症対策等々でございますけれども、同様に二次補正予算で措置をしております学校再開に伴う感染症対策、学習保障等にかかる支援事業、先ほどご説明をしましたスクールサポートスタッフの追加配置等におきまして、お話しいただきました学校の消毒作業を業者に委託を等々行うということについても補助の対象としております。これらの事業を活用しながら設置者において感染症対策と子どもたちの学びの保障に取り組んでいただけるよう引き続き支援をしてまいりたいと考えております。それから3点目の PCR の検査でございますが、現在感染症法に基づいて行政が行う PCR 検査は、感染が判明した者、疑わしい症状のある者、接触者など感染症にかかっていると疑われるに足りる正当な理由のある者等を対象として実施をされております。これを踏まえまして、合理的な理由なく希望に応じて PCR 検査を実施することは考えておりませんが、教職員が安心して教育活動を行えるように引き続き必要な支援をしてまいりたいというふうに考えております。畑野君。
先ほど PCR 検査の議論もありましたけれども、例えば感染拡大が進んでいる地域ですとかですね、そういうところを含めて進めていたことは大事だというふうに思います。また科学教員など私が伺ったのは、今国が補正でつけた分を越すような、ね、要望があった場合に、そういうにも答えるようにぜひ検討していただきたいということですので、お願いをいたします。さて、今年度の全国一斉学力テストは、新型コロナ感染症による休校措置等で中止になりました。当初予算額とその後のキャンセルなど含めた執行状況どうなっているのかというのを伺いたいのと、このコロナの感染症の状況の中で来年度2021年5月27日に全国一斉学力テストを実施するということで驚きました。文部科学省はこの間、学習内容の重点化や次年度次年度にその内容を移すことなど、児童生徒や教員の負担への配慮を求める通知を出しておりますので、それとも矛盾すると思います。来年度の全国一斉学力テスト、これやめるべきだと思いますが、いかがですか。浅田総合教育政策局長。はい、2点、ご質問いただいたと思います。まず今年度の全国学力学習状況調査は、当初4月16日に、実施をする予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の学校教育への影響などを考慮して、実施を中止することといたしました。なお、もう調査問題は、もう出来上がっておりますので、各自治体、学校の判断で、活用していただけるように、全国の学校教育委員会にお送りをしたところです。で、今年度の実施にかかる、当初の契約額、小中合計で約35億円でございました。これが中止に伴って、その中で例えば、調査結果の回収であるとか、あるいは採点集計といったことが不要になります。でしたがって、この契約について現在その執行状況の精査を行っているところでございます。もう一つ、来年度の全国学力学習状況調査につきましては、これも新型コロナウイルス感染症で学校教育に大きな影響が生じていることを踏まえて、当初は令和3年4月20日に実証するということもすでに公表連絡しておりましたが、これを1ヶ月余り後ろ倒しして5月27日に変更いたしました。で、合わせて調査日に調査を実施できないケースというのはこれはまあまあございますけれども、そういった学校が事後的に調査を行う後日実施というのも設けておりますが、その後日実施の期間につきましても、これは例年2週間程度取っているんですが、今回はその期間を約1ヶ月間に延ばして6月30日までこの後日実施で調査を受けていただくということを可能にしたところでございます。教育課程への編成につきましてはですね、次年度以降を見越した教育課程の編成も含めた学習指導上の工夫について、これはそれぞれの学校で児童生徒や教職員の負担等も踏まえながら、その時々の感染状況等も見極めて各学校で適切に対応いただくものだと思いますけれども、先に述べました来年度の日程の変更によってですね、各学校の実情に応じて柔軟に日にちを設定して調査を実施していただくことが可能ではないかなと考えております。なおこの調査自体は全国的な児童生徒の学力学習状況を把握分析して、教育指導の充実、学習状況の改善に役立てるということを目的とした重要な調査だと考えておりますので、この日程で実施できるように準備を進めていきたいと考えております。畑野君。35億円ですよね、今年ね。来年の学生はやめて、やっぱコロナ対策に回すべきだということを申し上げ、最後の質問として伺いたいのは、今年の2月10日の予算委員会で私、主体性評価の問題について質問をいたしました。やめるよう求めてまいりました。教育情報管理機構の決算報告書、事業報告書が提出されましたが、機構の2019年度、当期純利益、どうなってますか。はい、白井高等教育局長。
ご指摘の教育情報管理機構の2019年度の当期純利益はマイナス5380万8650円となっております。畑野君、大変な赤字ですよ。だからやめなさいということを言ってきたので、先ほど委員会でも議論になりました。これはジャパンイーポートフォリオの活用はきっぱりやめるべきだということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。次に森永